キョンさんの牌って序盤にも申し上げたんですけど、結構音色が結構特殊なんですね。ブルーちょっとこうこもらせたようなロー。この番組はクロノスモンスターの提供だ。プロプリズムはい、どうも皆さんこんにちは、マイスクリーム講師のデスノー兄さんマホンでございます。今日もよろしくお願いします。今日ちょっとね、新しい企画をやらせていただきたいなと思ってまして、まあこれ何かっていうと、まあいろんなこうデスボイス使うアーティストさん、シャウト使うアーティストさんいらっしゃるじゃないですか。その方々のデスボイスの属性、まあ型タイプみたいなものを数字で表したりしたらすごく面白いんじゃないかなって思って、ちょっとね、数値的なアプローチで、アーティストさんの発声に関しての分析をかけていくという、動画になっております。RPG でステータスってあるじゃないですか。攻撃力とか防御力とかさ、あれみたいなノリですよね。ただあれと違うのは、まあ、数字をね、いろいろ分析をかけていくんですけど、それがいいとか悪いとかじゃなくて、まあ、あくまで、こういうタイプですよね、みたいな。そういう話になりますね。で、今日記念すべきその第1回目なんですけれども、まあ、この人は外せないということで、ディル・アンギレの京さんのデスボイスのデータの分析をかけていきたいと思ってます。で、後でね、ちゃんと詳しく説明するんですけど、汚さ、重さ、均一性、安定感、多彩さ、この5つの、ステータスと、あとはデスボイスを、高い音、真ん中の音、低い音、この3つの大きく、くくりで分けたときに、どれぐらいの、使用の割合なのか。で、かつ、それぞれの発声の引き出しについても、細かく分析していきたいと思ってます。発声に関して詳しくなるお手伝いができると思います。ぜひ最後までご覧ください。こんな感じで、このチャンネルでは主に発声関係のお話だったりとか、面白いアーティストさん取り上げさせていただいたりだとか、音楽関係のお話を日々配信しておりますので、チャンネル登録まだお済みでない方は、ぜひこの機会によろしくお願いします。って感じで行ってみましょう。でね、これ、まあ一応一生懸命分析はしたんですが、独断と偏見なので、こっちの数字の方がいいんじゃないかなとかね、そういうのはぜひコメントでガンガンいただけると嬉しいです。はい、というわけでですね、ディル・アングレーの京さんについて今日は、やっていきたいと思うんですけれども、昨年末ですね、アップロードさせていただいた、デスボイス、スクリーマーですね。スクリーマーの、人気投票ランキングで1位に輝いた京さんでございますけれども、まあ、ここ最近ではですね、ファラリスという、ディル・アングレーの4年ぶりだったかなとかに出したフルアルバムですね、をリリースしたりだとか、プチブラバンソンっていうね、ラルカンシェルのユキヒロさんとか、ムックのミヤさんだとかと、組んだビッグバンドですね。の指導が始まったりだとか、相変わらず話題が途切れない京さんなんでございますけれども、そんな京さんに関しまして今日は5つの数字に分けて、まずはデスボのデータを取っていきたいと思っています。まず1個目、汚さ。それから、重さ、均一性、安定感、多彩さ。とりあえず、この5つで今日はデータを取っていきたいと思ってます。これね、今後も変わるかもしれないんだけど、とりあえずね、汚さっていうのは、まあ、音色の凶悪さ。もちろん褒め言葉ですね。グロテスクな感じとか。そんなイメージ。で、重さですね。重さっていうのは、まあ、こう、もちろんボリュームがあるとか、音量、圧感がある。そんなイメージで。均一性。これなんですけど、発声自体の、均一さですね。一回バーって声を出した中で、その中でブレが少ないことを指します。で、安定感。これ均一性と安定感どう違うのかっていうと、安定感は、パフォーマンスの安定感ですね。その日々ライブとか、音源とか、やっていく中で、その中でのこの、日々のパフォーマンス、声の安定感みたいなものを指すと思ってください。で、最後、多彩さ。これは、まあ、そのままなんですけど、いろんな声を扱えるかどうかっていうところのステータスになります。5段階で数字がついていきます。この5つの数字を五角形にしたものを見ていただきたいと思います。こちら。まあ、なんかいい具合に尖ってますよね。ちょっとこれを一個一個見ていきたいと思います。はい、まず汚さ。これ3でございます。もちろんこれさっき言いましたけど、いい意味で汚いということでございますね。これ、意外とって思った方結構多いんじゃないかなって思うんですけど、もちろんね、一定の、グロさ、凶悪さって、京さんのローには含まれてるし、まあ、特にね、アルバムで言ったらウロボロスあたりなんかは、なんか、声と倍音といろんなものがこう混じり合って、魔女がこうやって作ってる鍋みたいな、そういう感じにいろんなものが混ざってたんですけれども、すごいなんかわけわかんない音になってたんですけど、それでもね、汚すぎはしないかなっていう感じなんですね。通る感じというか、すごくこう抜けのいい感じもあって、そういう意味で絶妙なバランスかなと思うんですよね。あとね、珍しいのは、京さんの高い音って、なんか、では YouTuber ボーンみたいな、こういう感じの音色っていうよりはもっとこう、魔女優勝優勝もうちょっとこう絞り上げたような、イメージが強くて、高い音もちょっと汚いっていう、割と珍しい特徴をお持ちかなっていうことも思ってます。楽曲とかバンドの方向性に合わせてるのかなと思うんですけれども、素晴らしい技術の一つだと思います。汚くなりすぎない絶妙なバランス感で世界観をね、作ってるかなと思うので、この数字は3だと思います。次、重さなんですけど、これね、4あります。4
4あると思います。これ理由があって、ヒョンさんのローって、多分音量やばいんだよね。さっきもちょっと言ったんですけど、抜けがめちゃくちゃいいので、音量やばいと思います。ローってね、こうやってマイクをこうやって、かぶせて近づけて歌うことが多いんですよ。ローってあんまりこう抜けないからさ。あともっとこもらせたいとかあるから。でも今日さんたまになんか話したりしてるからね。それぐらい圧あると思うんですよ。もうマイクが一番驚いてるからね。逆に多分キュンとしてると思う、こいつ。多分。あと、今日さんの代名詞の一つとも言えるような、がなり。ファラシュ通り協力してるキャラがなりあるじゃないですか。これもね、かなり重いサウンドだと思うんですね。っていうので、このミドルとかローのあたりの重さを加味して4という数字がいいのかなと思いました。次、均一性なんですけど、最初に言いましたよ。これ悪い意味じゃないんですよ。悪い意味じゃない。これ2ぐらいかなって思ってて、これもはっきりした理由があって、均一性っていうのは、この粒立ちというか、エッジの均一性みたいなものを、表すものなんですけど、そこって今日さん求めてないと思うんですよね。あえてやっぱこうランダムな感じで聞かせていく、その時に合った表現でやっていくっていうところに重きを一番置いてると思うので、そもそも狙ってないから、均一性っていうのはそんなにないかなって思います。発声がこう1本バーってやったら、ランダムな感じでこう波形が推移してるのかなって思うんですよね。もうこれはもう荒い感じがもう魅力なんで、逆にこれが持ち味ですよね。もう今日さんはもう表現力が服着て歩いてるみたいな感じだから、もうこれ関係ないっす。僕もちなみに今日はキョウさんに合わせてこのアディダスジャージを着ておりますけれどもね。はい。で次、安定性。これも均一性と同じ理由で2です。もうそもそも狙ってないってやつです。ただ、これポイントがあって、ショットインワンテイクっていうシリーズ皆さんご存知ですか？なんか闇のファーストテイクみたいなのが。ファーストテイク闇バージョンみたいなのがあって、ディラン・グレイの皆さんがね、楽器隊の皆様も含めて、全部一発撮りで一曲収録するっていうシリーズなんですけれども、これはめちゃめちゃ安定してるんですよ。マジ、まあよく言いますけど、口から CD 音源じゃないけど、それとかを加味すると、多分安定させようと思えば、ライブでもいくらでも安定するんだと思うんですよね。でもさ、そうしちゃったらやっぱそのディラン・グレイの色がさ、一個多分なくなっちゃったりすると思うので、もうそこはライブはもう感情大爆発で行くっていうスタイルだと思うんですけど、そのショットインワンテイクのことも加味しちゃうと4とか、もう下手したら5とかになっちゃうっていう、そういうレベルのボーカリストなのは間違いないですね。そして最後、多彩さです。これ、はい、5です。これはもうなんか、なんでしょう、文句なしの5というか、絶対5じゃないですか。ローのね、シャウトからホイッスルまで、使いこなして、まあ、しかもクリーンもできちゃうんですかみたいな。ブックオフなのに本ねえじゃんの逆です。多分違うけど。っていう以上が、キョウさんのまずこの5つの要素の数字かなと思います。続いてなんですけど、シャウトって大きく分けて高いやつ、真ん中のやつ、低いやつ、まあ、ハイ、ミドル、ローって3つに分かれるんですけど、これの分布っていうのもちょっと見ていきたいなって思います。まあ、割合ですね。見ていきたいと思います。はい、こんな感じで、ローが 50%、ミドルが 15%、ハイが 35%、こんなところになってると思います。シャウトの音域に関してなんですけど、ローがまあおよそ半分ぐらい占めてるかなって感じで、その次にハイが来て、ミドルはまああまり使わないけどたまに出てくるっていうような感じだと思います。キョウさんといえば高いシャウトのイメージがある人っていうのは多いと思ってて、やっぱホイッスルとかも使うし、それもハイに一応含めてるんですけど、ホイッスルのイメージが強いから高いシャウトっていうイメージの人がやっぱ多いのかなって思うんですけど、多分そんなことなくて、意外とローの方が割合的には多いと思いますよ。これは理由としては多分ローの方が楽に多分出してると思います。ハイとかよりもね。ましてやホイッスルとかよりもね。キョウさんのハイって序盤にも申し上げたんですけど、結構音色が結構特殊なんですね。一般的な、高いシャウトですら、うわー結構絞り上げて発声するんですけれども、キョウさんの高い、シャウトの方がよりキュッとこうコンパクトに絞り上げて、発生されてるんで、その部分で普通の肺、一般的な肺よりはもうちょっと体力使うと思うんですよ。だから相対的に見てローを使ってる方がどっちかというと楽だから、そっちの割合が増えるのかなとは思います。もちろん楽曲の加減とかもあると思うんですけどね。でまあこのローの中でも割とこう普通の感じのっていう普通のロー、それからちょっとこうこもらせたようなローとか、まあ、あんまり最近使わないけど、こういう、ガテラルチックな音色だとか。これがまあ、主な引き出しかなっていうので。で、ミドルはまあ、さっきもやりましたけど、フラッシュバイストバイしてなきゃ、まあ、こういうがなり。あとね、これ僕、わけわかんないなっていつも思いながら聞いてるのが、なんか、みたいな、こんな感じの、わけわかんないミドルローみたいなやつ。これどうやってんだろうなって思いながら見てるんですけど、まあ、雰囲気多分こんな感じで出してらっしゃると思うんですが、まあ、これもね、ミドルの中に入れるんだったら、これも一個の引き出しかなと思います。で、まあ、ハイに関しては、シュガーワーワー見せなきゃいいやろ
みたいな、スクリーチだとか、はぁーこういう感じのホイッスルだとか、このあたりが主な引き出しかなって思います。はい、って感じで以上が5つのステータスと、デスボイスのね、音域と、およびそれに対応する引き出しのデータでございました。タイプをね、総括すると、振り幅、起用タイプ、ロー優位みたいな、感じになるかと思います。振り幅っていうのはその音域のね、振り幅です。ものすごい低いところと、ものすごい高いところで結構こう出し分けをされていることが多いので。で、このピッチ的にはローが優位なんだけど、やろうとすればもう何でも、どこのところでも、できるし。ただね、そこはやっぱりこうライブとかでは、とんがらせるとこう徹底的に尖らせていくっていう、そういうスタイルなんだと思います。はい、こんな感じで、僕なりにですね、分析してみたんですけれどもね、俺的には数字こうだなとか、あるいはね、この人やってくださいとか、そのあたりのコメントとかも、すごくありがたいので、コメントいただけると嬉しいです。今日の動画面白かったという方、ぜひ高評価と、あとチャンネル登録まだお済みでない方は、ぜひそちらもよろしくお願いします。ということで、デスノー兄様がお送りいたしました。バイバイ。